イバノボは、ロシア連邦の都市。イバノボ州の州都。人口は、2002年国勢調査で43万1721人。イワノボとも表記される。モスクワの北東 300km に位置し、伝統的に、ロシアの織物の首都と呼ばれてきた。織物を作る労働者の多くは女性であったことから、花嫁の都市という異名もある。フランスの文学者。 ナタリー・サロートの出身地でもある、商店制度。19世紀末に建設されたが1937年に取り壊されたイバノボの町の名は1561年に文献に現れている。元は、天から織物を作る村だったイバノボは17世紀には商業都市となり、1710年に、両取る大帝により織物工場が建設された。19世紀には、 イバノボは、ロシアのセミ産業を牽引し、ロシアのマンチェスターとも称される繁栄駅を迎える。隣接する、工業都市、ボズネセンスキーポサドを1871年に、合併して、イバノボ・ボズネセンスクと改名した。20世紀初頭、イバノボは、ポーランドの繊維工業都市ウッチとヨーロッパ第一の、繊維生産都市をめぐり競争を繰り広げていた。 しかし労働者の生活条件は劣悪でストライキも頻繁であった。これらのストライキのうちの一つがロシア第一革命へとつながっている。1905年5月にはイバノボの労働者がイバノボソビエトを作ったが、これはサンクトペテルブルクのソビエトと並びロシア最初期のソビエトの一つである。イバノボ科学技術大学現在も主な産業は 繊維工業であるが、他にも、化学工業や機械工業も立地する。繊維業はソ連崩壊後打撃を受けており、繊維業の盛んなイバノボ州の経済は、ロシア国内でも厳しい部類に入る。また、イバノボ州立大学、イバノボ医科大学、イバノボ州立電力大学などもある。ソ連時代の1933年に、 世界の共産党指導者の指定が通うインタードーム学校が建てられている。イバノボには美術館や博物館があり、イコンやバロック美術、近代美術を所蔵する。また、構成主義建築やアール・ヌーボーの建物が多く残り、市のオペラ座は構成主義建築の恒例である。ありがとうございます。